小弱車庫に配置される4052阪急4050軽電車は阪急電鉄が1982年に導入した救援用の制御車である。本校ではブレーキシステムを改造した4250軽電車についても記述する。1982年に登場した救援車で老朽化した救援用電動化車の代替、また救援車の車種統一のため、 廃車となった9 2 0系9 6 9から972の車体を改造した、両運転台式の制御下車である。出動の際は、他の電車と連結する。車両番号は4050から4053となり、西宮、平井、小尺、桂の各車庫に配置された。種車は付随車だったため、運転台が新たに設置された。屋上機器はて撤去され、 廃車発生品の全消灯突破トライトが設置された。製造当初は黒一式の塗装だったが、各車庫への配属前に黄色の警戒帯が追加塗装された。広角間や橋梁場などでの作業の容易化を図るため、つま面には大型の開き道を設け、リフトによる機材積み下ろしが可能な構造となっている。台車は種車の H50 を装着していたが、後に 全車とも、アルストム式の FS324A へ、乾燥された。方向膜を設置する改造も行われている。当初は全車とも電磁直通ブレーキ車で、自動連結機を使用していたが、一部の車両は、並結車両の関係から、電気指令式ブレーキへの改造と密着連結機への交換が実施された。この改造車は4250型に区分され、 2012年時点で4050.40514053の3両が改造されているが、車両番号に変更はない。1997年4月、車両としては除籍された。車番のは4250系。ありがとうございます。